どうも、しょうやです。また、エイリアンアイソレーションの続きやっていきたいと思います。ここはなんだこれ、仮眠室かなんか？カプセルホテルにはちょっとカプセルすぎるよね、ちょっとこれ。ペットショップみたいなところ？でも枕が置いたらこれ多分仮眠室かなんかだと思うんだけどね。カプセルホテルか。バトンチャージ。これも、リロードしておいて、なんかこいつあいつらと戦うことが増えそうなんで、これも一応リロードしておいて、よし、ちょっとこれ見ておきます。またスケキヨタシと戦うのか。ヘイスト、ヘイスト誰だろう。 You still there? とホワイトにすまつアネシドラっていうのが船だと思うんですよ。エイリアンが最初にね、乗っかってきた船。ミラボーバーでセルファイアフォルド、どこかにはまっちゃったみたいな話をしてますね。エレベーターズアウト、エンゼルズボディーズエブリウェア。死体がそこら中にある。どういうことだろう。なんか、やっぱりエイリアンに怯えてる人の文章だと思うんですけど。フラッシュライトバッテリー。で、こっちでいいのかな？なんか同じような作りの場所がいっぱいありますね。これはちょっとサボってるってこと？チャージパックってなんか作れるようになるんじゃないかな。あ、作れるね。センサーが足りなかったのね。チャージパックと。お、EMP マインはどうだろう？強いのかな？ちょっとこれも余計に作れませんけど、アイテムだけ使っておきますね。あと足りないもの、パイプボムも作れるようになる。パイプボムはなんか、ね、なんか、ね、投げた瞬間に爆発しちゃうんで、ちょっと気をつけないとダメですね。近くで使うと多分自滅しちゃうだろうし。ノイズメーカーはどんな場合で？ OK。じゃあこれも作っておいて。じゃあユーズレバー。ホールド LT で下だよね。あ、いいよ。大丈夫かな？なんか、レーダーにもね、レーダーに行くべきところが表示されてるみたいなので、それもうまく使っていきたいところですけど。よいしょ。なんか手に入ったな。レーダー見てて、この、白い棒みたいなのが上動いてますよね。それがなんかね、行くべき方向を示してるらしいんで、ただなんか当てにならない時もあるみたいだって。ちょっとなんとも言えないですけど。そっち見、あー、痛い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 。でも結構バトンがあればなんとかなんのかな、これ。ちょっと戦っていきましょうか。アイテム手に入るかもしれないし。ほら、おいで。ほら、ほら、おいで。あいよ。ほら、ほら、ほら。よいしょ。オッケー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 。倒せるね、簡単に。結構、意外と。正しい使い方をしてなかったということですね。スケキオも怖かったからな。ここにアイテムがあるから私ちょっと倒したかったんですよ。チャージパックね。オッケー。で、そこに歯は入れないのかな。サプライコリドーに行けって言ってますね、多分ね。やっぱりこれが示している通りなのかな。そうですね、多分ここに入れって言ってますね。こっち側ですね。はい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 。複数体出てくる時がちょっとしんどいですね。でもね、これだと1人ボコしてる間に多分2人目にやられてしまうという。ここにはいないみたいだね。これは人間にやられた、銃でやられたんじゃないの、これ。チャージパック。ここでいいのかな？ここちょっと一回開けときますね。よいしょ。それでここがどこにつながってんだろう。センサー。
あー、さっき行けなかったラーメンっていう看板の隣の場所だ。なるほど、ベンドがあるのね。ちょっと待ってね、アイテム一応見ておきますね。ちょっとカットするかもしれません。何もないかもしれないので。何もないのかな。ここも開けられそうだな。あ、ここも開けられるんだ。ここはラーメンショップの裏側でしょ。やっぱアイテムあるんだね。未来のラーメンショップはこんな感じなんですね。センサーとスクラップ、そこにもベンドがあるってことは、ちょっと繋がってるのかどうかだけ見るためマップを作りますね。入ってよいしょ。あ、繋がってそうですねこれね。こっちに行けばいいのかな。もうアイテムあったら、まあいいかも。こっちかな。いや、なんか違うような気がするな。こっちには行けない。向こうに行きたいんだよね。でもこっち側に行っていいの。こっちに行けばいいのね。Tomorrow together って言ってますね。これが多分合言葉なんでしょうね。なんかスローガン的な感じね。前も言ったけど、シーグソンっていう会社のあれなんでしょうね。オープンベンド、カムアウト、OK、よいしょ。ここはどこへ入ったの。あれ、ちょっとなんかおかしいぞこれ。これ出てきただけやん。あれれれ、なんか違うような気がしてならないんだけど。え、まだ行くべき方向があるとかそういう系。ここは閉じられてる。あれ、これ白いロボットだよ、目が。大丈夫、え、なんだろう、気絶してるだけ。おい、ビビらすない、お前生きてたんかい。目が白いのに攻撃してくるんですね。だと思ったよ。サーチっていうね、このボタンが出ないから、どうせ生きてんだろうなと思ったんだけど。あ、これか、これでいけってことね。じゃあ、あ、繋がってますね。よし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 、先を急ぎましょう。じゃあこれもリロードしておいて、よいしょ。ここにいたりする。ここはコロニアルマーシャル、そうだね、マーシャルのお部屋だったよね。それもね、こういうの見てった方がいいのかな。これはマーローの記録でしょ。サムカインドパラサイトも見たもんね。見た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 。ここさっきなんかアンドロイドに荒らされてたって話ですけど、特にもういないみたいだよ。あ、いなくなってる。いなくなってますね、あの人も。で、ここがフレームスローワーを作った場所ですもんね。フラッシュライトバッテリーもマックス。ここは？ここなんだっけ、ここ。ここも特に取り調べ室みたいな。ちょっとメディキットだけ使っておきますね。よいしょ。あ、やられてる。これ、まあ、あれさっきの人じゃないよね。ウェイツじゃないよね。よし。とりあえずセーブして、先を急ぎましょう。いつもなんか、ちんたらしててね。
ここは何もない。あ、なんかパソコン置いてあるよ。Wait, we are trapped down. The creature set off the explosive we set in the habitation tower. Damage to the station. え？あ、それか。トラップの話ね、これ最初の。最初にこの人が爆発に巻き込まれた時の話をしてるんですね。最初の時、あ、いつもがショットガンに切り替わってる。この人だけ生き残ってるよ。うん、全員死んだって。アンドロイドがやったのね。なんで？わかんない。でもサミュエルは知ってると思うの。サミュエル？なんで？あのウェイツがね、彼をアポロに送るって言ってたのよ。ノーって何？ほう。リカルドに何か頼んだのか。ああ、なるほど。サミュエルが私を、サミュエルをね、探しに行ったら、あなたがここで管理してくれるって。うん、やってもらいたいの。なるほど。今までウェイツがやってたように、道をちょっとこの人たちからもいただいて。なるほど。そこをね、のドアを閉めて、誰も入ってこれないようにしてって。で、私のカバーをね、してちょうだいってことですけど、この人がウェイツだっけ？ウェイツじゃないな。あ、いた、あれ帽子かぶってましたもんね。大丈夫なの、この人。ウェイツもやられちゃったね、マーシャル。この人なんか銃の弾とか持ってないのね。じゃあよろしく頼んだよ。カバーしてくれるんかしらね、あんなんで。じゃあそこまで行けってことですね。ショットガンがもうちょっとなんか一発で頭をぶっ飛ばせたりするといいんですけどね。ヘッドショット狙わなきゃいけないのかな。こっちじゃないな、向こうだな。向こうだけどドアが閉められてる。ってことはここをぐるっと回ってこう行かなきゃいけないのね。 Take the transit to the sim tower だって。じゃあまあアンドロイドがうろうろしてるんだろうね、今度からは。でもここさっき来たとこか、ラーメンって書いてあるもんね。あ、いらっしゃった。ここにいるべきではないとか言ってる。ほら、お前なんてもう怖くねえんだあんまり。よし、こねろ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 、よし、一丁上がり。じゃあとりあえず2体目が来るとね、間髪入れるとちょっと辛いですけど、連戦だけは避けていけばなんとかなるんです。ここも来たとこ。でもここ左曲がらなかったんじゃなかったっけ。あ、開くんだ。ここも開けた。下位スタンバトンはよく使うからね。いつもがショットガンになってる。このね、武器の切り替えも非常に、なんかこの武器を即座に変えることが難しいんですよね。あ、いるね。どこだ？いない。あ、いた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 。一人だけだったらなんとかなるけど、そこがマーシャルの入り口だよね。でとりあえず、なんか、何やってんのあいつ。もう一人はいないのか。ほら、おいで。何やってんのあの人。パントマイムみたいな人いるよ。はい、いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。はいよ。はいよ。はいよ。EMP マインも同じようなことができるってことかな。これを見てると。相手を麻痺させることができると思うんで。リボルバーアームね。まだいるのか。あ、来た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 。邪魔するのはやめてくれないかとか言ってる。なんだろ。よし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 。かなり殴らないと死なないもんね。ちょっと使いすぎって。
でもまあ、あと7体までは倒せるよ。 OK、 何ももう持てない。これ何これ、デバイスインバリッドか。これ構えていった方がいいのかな、こういうとこも。こうセーブポイントがあったと思うんだ、多分。オッケー。いやー、スケキオもこんなに楽に倒せると思わなかったよ。よし、じゃあまたどこのトランジットをいじればいいの。これね、やってくるんじゃないの、どっかから。大丈夫そうだね。結構時間がかかるみたいなんでね。何も来ないみたいだ。何も来ないみたいだね。よし、オッケー。ってことで、多分ここはまたローディングに入ると思うんで、一回カットしようかな。では前回の続きからやっていきましょう。どっちが開くのかな。こっちみたいです。エリアアイソレーションの続きやっていきます。ちょっと待ってね。目的も来たこと、あ、サンクリストバル病院ね。どっちに行けばいいんだ、これは。どこに行けばいいのか、まだミッションが出てないですね。リプリー、聞こえるか。シーグソンのトップレベル、最上階で、なんか、アクティビティ、こう、誰かが行動してるの見える。ああ、ちゃんとしっかりしてくれよって、あんたがチャージなんだから。何の責任者なんだよって。みんな死んでるだけでもう、この状況はクソったれだ。なるほど。サミエルを見つければね、アポロと話してもらって、アンドロイドも恐怖は去るから、それまで頑張ってねっていうことですね。ちょっとその前セーブをしていってですよ。さあ、アイテムが勝手に切り替わるという、これがね、またね、アイテム切り替えの難しいんですよ。どこに行けばいいのこれ。あ、向こう行けばいいの。シーグソンシンセティクス。この動きもね、この視点のあれもなかなかピタッと合わせるの難しいですし、走るのもなかなかね、これあえてね、こうやってしてるんだと思うんですよ、私。この操作がしづらいように、そうすればもたついてね、もたついて普通の人間のようなあれができる動きがなるんじゃないかってことで、なんかあえて使いづらいようにしてるんだと思うんですけど、もうエイリアンの恐怖はなくなったと思うんで、走り回っても OK ってことだよね。ちょっと待って、そこはアイテムがあるけど、どうやって入るんだろう。およ、そこ×になってますね。一回来た場所なのか、ここ。スケキオ一人だったらね、何の問題もなく倒せそうですけど、アイテムはあれ、ここじゃん、ここ?あ、ここか。ちょっと待ってくださいね。そこ、新しく来て開けられるようになったとか、デバイスインバリッドか。じゃあ、しゃあないですね。上行きます。よし。エイリアンと戦わずに終わっちゃうのかな?そんなわけないよね。でも、エイリアンいなくなっちゃったんですけど。空を泳いで、空っていうか宇宙を泳いで戻ってくるんですかね、エイリアン。それだったらすごいわ。それともなんか別な方法で再開するのかな?あの船に何かがアイテムがあって、取りに行かなきゃってことで、あそこに戻るのかな?ちょっとわからないんですけれども、ちょっと一回ここでカットします。さあ、戻ってまいりました。ちゅうことでですよ。なんかあそこですごい格好で死んでる人がいるよ。死んでるんだよね。リプリー、あー、セキュリティのね、警報が鳴ってるからエレベーターは使えないんだと。
どうやって上がればいいの？登んないとって。エレベーターシャフトが近くにあるからって言ってますけど、どうなんだろう。すごい格好で死んでるよ、この人。なんか、雑誌口に突っ込まれちゃったんだね。かわいそうに。ブラスティングキャップってなんか作れるのかな？あ、まだまた作れますね。もうこうやってもう適当に作っていきますね。もうバンバン。パイプボムも、さっき全部使ってしまいましたよね。でもね、これ、うまく使える自信がないんですよね、全然。困ったことに。どうしよう。スケキヨに使ったらぶっ飛ぶのかな？まあ、しょうがないですね。文句を言わず使っていきましょう。なんとか、うまく。この使いづらいのはね、多分仕様だと思うんですよ。私、わざとやらせてると思うんですよね。EMP マイン。OK。じゃあ、これで大体アイテムは使い切ったかな？ノイズメーカーもないよね。OK。サーチ。OK。で、これをいじくればいいのかな？セバストリンク。Don't be mad, but I went through the elevator shaft and shut the access door behind me. と。怒らないで。エレベーターにね、エレベーターシャフトに行ったの。そしてね、閉めちゃったのよって。アクセスドアっていうね、そのドアを、私の後ろにあるドアを閉めちゃったのって。あー、なるほど。ケツにね、ケツにあのロボットひっついてて、あのそこから出なきゃいけなかったのよって言ってますね。If you can find something to cut through the panel, the code is 8382。なるほど。何かパネルをカットするものがあるんだったら、コードは8382だから心配しないで、あのちゃんとあなたの方に戻っていくからねって言って、多分この人のことを言ってるんですね、この人に。そしたら、まあ、この、誰かにやられてしまったということなんで、位置としてはここかな？これか。じゃあこれを切って8382を入れればいいってことね。あ、いいよ。もう先人のお客さんがいらっしゃるみたいですね。どっかで死んでるのかもしれないですけど。8382開いた。なんか聞いてないもん、なんか見てないもんあった？他に。それ読んで終わっちゃったけど。シェアード。アウトポストプログレス。特にないか。ウェイランドユタニっていう日本の会社なんですね。で、その、なんかあの、あれを作ってる、ここはなんかシーグソンっていうところみたいですけど、このロボットを作ってるのが、あ、ロボットを作ってるのがシグソンなのか。ユタニさんはどう関連してくるのかちょっと今のところわからないですけども、シグソンと同じような会社なのかな。ここがエレベーターシャフトかな。あ、いいよ。さて、これ道なりに行けばいいのかね。あれ？違うみたい。行き止まりですけど。あー、あった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 。道出てきたよ。ここがエレベーターシャフトか。で、ここを渡れっちゅうことですね。いやー、高い。よいしょ。これはなんかインジェクター。それ次どうすんの？え？次どうぞ。ああ、このはしごか。はしご見えなかったよ。結構登るんだね。上までもうちょっと頑張れ。この視点もね、グニ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 になっちゃうんですよね。お、揺れてる揺れてる揺れてるぞ。大丈夫か。の行っていいのか。これは行っていいのか。行かなきゃいけないみたいだね、多分。ああ、ちょっと。あー、危ない危ない、怖いね結構。あー、落ちてっちゃった。燃えてますね。大丈夫ですか。
で、どうすればまっすぐってこれ開かないよ。なんかあんの？あ、上かな？あ、上だ上だ上だ。ここも落ちるんじゃなかろうか。ちょっと早く行った方がいいんじゃないのこれ。ここも落ちるとかそういう系？映画でよくあるパターンって閉まっちゃったよ。もういいや、落ちないみたいです。それでどこに行けばいいの？ここを右かな。右以外には行けませんと。ギシ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 とすごいですね。あれ開かないよ。開いた開いたぞ。そして何やら良くない雰囲気ですよ。とてもしんどりますな。景気よく皆さん景気よく死んでられます。あ、違うね、これロボットだ。これも生きてんじゃないのこれ。あれやっぱりもうちょっと分かってるっちゅうの。お前この野郎、違うやつが起きてきたのか。こいつに気を取られてる隙に。これはあれですね、懐かしいですね。あの、エイリアン2で出てきたビショップの絵の、なんかオマージュ的な。リカルド、きついた。シンセティクス自体が死にそうなみたいなんだけどって。反応ないね。リカルドちゃん、ちゃんとバックアップしてちょうだい。いやー、動き出しそうな予感がプンプンしますよ、これ。特に見るアイテムはないのかな。このアイテムがね、あ、でも首が折られてるよ。どういうことなんだろう。ああビクビクしとる漫画な。なんでこの人は寝てんの？なんか苦しんでますね。なんだろう。特に動き出す様子もなく、おかしくなっちゃってるわっては言ってたんで、それが人を襲うのとはまた別な理由でおかしくなってるっていう感じだったんですよね。この人は腕が取れそうとかそういう系ではない。なんか動きがあるぞ。あれもマネキンみたいになってるね。でもなんかピコンっていったよ。ないね。これ急に動かすのやめてほしいよね。いやちょっと待って、この人も死んでるのか生きてるのか分かんねえよっていう。暗いでんな。なんか山積みになってるとこがあるぞ。ちょっと待って、どこに行けばいいの？ちょっと言い過ぎだよ。こんな一斉に来たら俺対応できねえよ。対応できねえよ。これ蘇るんちゃうんかい。またビリ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 。ちょっと待ってね。これかな。スペディングっていう人。 I've sent up some blank androids for the VIP セバストプールセーフツアーだって。あ、セールツアーか。セバストプールっていうのはここシグソン作ってるね、会社がの中枢だと思うんですけど、セールのねためのそのなんていうのかな、案内ツアー的な業務見学ツアーみたいなのの VIP さん用のねのためにブランク空っぽのアンドロイドをね送りましたよって。 If you haven't died before, just have them lie on the slab in the reformat chamber. リフォーマットってなんか変えるんでしょうね。書き換えチャンバーに入れて寝かせればなんかいいだけだよみたいなこと、もしやったことがないんだったらって。そのブランクアンドロイド、その空っぽのアンドロイドをなんかフォーマットを変えるんでしょうね、なんかね。It will connect to Apollo. Apollo に繋がって、upgrade them with the last programming.
なるほど、あ、レイテストか、うん、最新のプログラミングに変えることはできますよって Let's hope they bite they bite? あ、ラッセルって人は知ってますね。彼らがバイトってどういう意味だろう。噛みつくように願ってるって言って、なんかそういうあの裏悪巧み的な。フラッシュライトバッテリーはマックス、うん、ここでは特に何もすることがないようだ。ちょ、やっぱ暗いね。これは一体何？ターンオフ。これやるとまた起き上がるんじゃないのこれ。ちょっとすごい首がすごいところ回っちゃうけど。ごめんなさい。これもアイテム？アイテムだね。何かをオフにしたようだぞ。こいつ絶対動き出すだろう。このマネキン野郎。ちょっとまあいいや。パワーレベル too high。このドアがね、もうぶっ壊れてるって。Find a way through the electrified door. Electrified っていうのは焼き切れたみたいな意味だと思いますね。なので電流が来すぎててダメなのかなこれ。ちゅうことでこれをオフにしていけばいいんじゃないの？今見てね、多分ね。でもね、絶対なんか起こると思うんだ俺。これすごいなこれ。これ全員蘇ったらことです。あ、一つあった。パソコンは大丈夫。こいつは首がもげてる。じゃあ失礼してやらせていただきます。はい、大丈夫？切れたみたいだね、バッテリーが。こういう時にフレアを使えって。フレア使うとね、見づらくなるからね。さっきピコンって言ったよ。でもどっかでそこら中でぶっ飛んでるね。ここにはない。なんか動いてるものがいるみたいですけどね。ふむ。特にも何もないみたいだ。ここにはアイテムあるね。チャージキット、セキュリティ中のアクセス。ちょっと切っとこうか。一応電気の無駄だもんね。これでしょ、これでしょ。こんなオンボロチューナーで何のドアでも開けられるの？この世界は楽ちんやね。ここは何があるのかな。せっかく開けたのにスクラップがあるだけ。スクラップとインジェクターがあるだけだそうです。特に開くとこもないしね。あ、タグが置いてあるね。ちょっとまあ景気よくフレア使ってくか。もうしょうがない。あれ、フレアはアクティベート。よいしょ。見づらいんですよね、これまた。で、これをあっちの方に投げておいて、で、あっちの方に、これが正しい使い方なのだろうかっていう感じじゃない。スタンバトに切り替えとかで戦えないので、ちょっと待って、そこにもあるけど、やっぱりこれを使わないといけないみたいだ。アイテム的なのはない。じゃあ失礼してやらさせていただきます。よいしょ。また首を勝手に動かしてしまうというね。勝手にっていうか私が操作してるんですけど、これで OK。 いやいやいや、ちょ動き出した。はいよ、くらえ、こんちょ。 OK、 一体だけでよかったよ。ってか動き出してるやつがいるのかもしれんけど、大丈夫か？この赤い色が嫌ですね、私。つけといてなんですけど。で、まだあるのかな？それとももう OK なの？もう大丈夫。オープンドア。あら？まだダメみたいですね。まだあるのかな？
やっとわかりました。すいません。なんかね、このラインをたどって見てたら、ここに一箇所にやっぱ集められてるんですよね。で、ここが答えだったと思うんです。さっき出なかったんですよね。ここターンオフってあるんで、ここでしょうね。LT で、これでやるってことですね。すいません。手間をかけました。よし。開いたぞ。ちょっと待って待って。動きはない。もうね、なくなっちゃったんですよね。あの、フラッシュライトが。うろうろしすぎて、ちょっとこれ投げておいて。なになに、何の音、何の音、何の音。ああ、その音か。え、もう閉まっちゃったよ。あら、俺の投げたあれだけ虚しく向こうに行っちゃったよ。おお、アポロにアクセスしなきゃいけないって。これサミュエルじゃないのこれ。シグソのお偉いさんとあの人に限られてますって、アクセスはアポロへと。なんかね、バイオコンタミネントハザードレベルが高いからとか。おお、すごい、サミュエル強っ、すごい。なにこれ、え、この人悪い人だったの結局。え、なんか声かけたり、サミュエルここよとかいう感じじゃないか、なんか、え、結局悪い人だったとか、そういう系。サミュエルがなんか悪さして変えたのかな、じゃあ。ちょっと待って。どう行けばいいんだろう。なんかこっち側に行くらしいぞ。さっき、ファインドサミュエルってもう目の前にいたんやん。さっきね、フラッシュライトのバッテリーを手に入れたんだけど、なんかいつの間にショットガンになってるの、なんで。ちょっと待って、ここには特に何もない。そろそろやめなければいけない時間が迫ってきてしまっている。ちょっと、何これ、やばいんちゃうんかいこれ。なんかいっぱいいるけど、この人とこれ全部いただいて、いただけない。アクセスターミナル、ちょっと一回ここでやめようかな今日は。これ訳してやめたいと思います。スザンヌスイートハートってことは恋人かなんかな。 I'm going to have to rain check ってのは給料明細のあれですね多分ね。I'm getting reports from the downstairs about abnormal Android. あ、もう随分前から Android の変な行動がもう分かってたんですね。報告を受けてるよと。で、多分ね、それは、その、人がね、消えてることに関係してるんじゃないかってこの人は予想してますね。I need you to get to the showroom and shut yourself in. やっぱり Android が変な行動してるから、あの、その、安全な場所だと思うんですよ。ショールームに来て、自分を閉じ込めなさいと。そこにいなさいってことですね。There is a lockdown button near my desk from when the machines were actually worth something だって。ロックダウンボタンが自分の机の、この机の近くにあって、マシン、それはね、使うときはマシンが、ちゃんと価値のある行動をするようになったらって。Don't worry about them. They only display model. あ、ディスプレイモデルだろうね。ジェスト知ったいと。待ちなさいってことですね。OK。ん?それだけ?それだけ?ちょっと待って待って。それのヒントが書いてあるだけか。オーディオファイル、ショールーム、ショールームビューイングアポイントメント0、マンデー0、チューズデー0。なんか全然流行ってないですね。0、0、0、0、0。この人は受付嬢的な感じ?受付嬢じゃないのか?受付嬢だね、これ多分。いや、わかった。ここにいてやられたんだ。自分を閉じ込めて。柱の影って、どこ?あ、これね。ちょっと待ってね。その前に、探し物をして。やられたってことは、なんか一体動いてたやつがいたってこと?でも、ショーモデルだよね、これ。目も光ってないし。じゃあ、押してみましょうか。まあ、まあ、私も予想つきますよ。動いてくるんだろう、どうせ。どうせな。あれ?で、これ多分ね、どっか、あそこが開いたんだね、多分ね。その奥が開いたんじゃないの?
こんな大量動き出してくるかな。逃げろー、やっぱり動き出した。逃げろー、ちょっと早く走って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 、あら、こっちだ。え、あれ、閉まった。あ、それでよかったんだ。さすがにあの人数は多いもんね。ちょっと怖いんだけど、すごい。なんか開けようとしてるね。ちょっと待って、爆弾で一匹片付けたと思うんだけど、ちょっと待ってね。アクセスリワイヤー、何ができんのこれで。ガスディバート、なんかアクティベートしたよ。あれ、ちょっと早いんじゃないの。まあいいか。なんかガスボーボー出てますけど、いいのかね。読んだらやめるって言って一向にやめない。いいのかな、出てきちゃうんじゃないのこれ。ちょっと音が鳴り止まないと怖いね。キーカードが必要だ。ちょっと待って、1対1の戦いの時は多分スタンバトンのが強いはず。さっきの爆弾も当たったかどうか怪しいですけどね。モトロフナンバー2、あ、ショットガン、ショットガン、ショットガンシェルね。ショットガンシェルいっぱい手に入ったね。ちょうどセーブポイントがある。じゃあここでやめますか。 EMP 前なんかいろいろ置いてあるじゃないの。なんかここ溜め込んでた施設なんですね、多分ね。なんか武器勢揃いなんですけど。モトロフ、フラッシュライトのバッテリーは、フラッシュライトはどうやってリロードするんだろう。あ、リロードできた。 OKOK。フラッシュライト、EMP マインもマックスか。リボルバーも、すごいですね。全部総揃いだ。じゃあちょっとこれ読んでやめます。今回ちょっと長くなっちゃった、だいぶ。What do you mean you shut the access door to the elevator? エレベーターへのアクセスドアを閉めたのはどういう理由があるんだと。All your guns and supplies mean Jack said to me when the synthetic that was chasing you is still fucking down here. だって。なるほど、ここにまだいるのよと。ホールディングアウト。この人、どっかにこもってた人なんですね、ここは。このどっかで、ここでこもってた人が、あの、文句言ってるんですね。I don't know how many of you are still around to get this, but then we're supplies. 武器とね、サプライをここに置いてあると。Setting up shop outside the synthetic showroom. あ、ショップ。セッティングアップだって。店開こうかと思ってんだけど、シンセティックショールームの前でって。I'm hoping we'll be safe from the creature up here. あ、なるほど。あのクリーチャーね、エイリアンがここに上に来ないといいなーって言ってますね。ってことは、ここで武器商売をしようとしてた人が、多分あの人だと思うんですよ。ショットガン持ってて死んでた人。ちゅうことで、なんかセーブができると思ったんだけど、どこだっけ？あ、あった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 。じゃあ、今回はこんなところで失礼します。また次の動画でお会いしましょう。ではでは。